皆さんこんにちは、三橋貴明です。本日は秋田の方にお邪魔しまして、超人ネイガーを作った男、有限会社 F2 ゾーン代表取締役の海老名保様の方にお伺いいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。海老名様、はい、私たち同い年ですね。1990年、私たちの世代で、なんて言うんでしょう、考え方の基本になっているのというのは、まあ、こういうヒーローものとか、あるいはズバリ言うとガンダムとか、そのあたりだと思うんですけれども。明らかにテレビの影響ですね。テレビの影響ですね。小学校の時、ガンプラ作りましたよね。作りましたね。あの時ですね、初めてそのプラモデルの、はい、着色ですか。すごく大人になったような気がしましたね。そうですね、まずグレーに塗って、はい、その後その上からさらに別の色塗って、こうヤスリで削ってとかやりましたよね。本当、友達も含めて日本中どこでもやってました、ね。はい、それでまあその後、まあいろいろなこう超人ものとか、あるいは、まあ、アニメーションとか、日本で花盛りという形になったんですけれども、これ海老名様の超人ネイガーについてちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、これは秋田を PR するためのヒーローということで、武器がですね、キリタンポを、ね、使ったり、ハダハダの銃、リコガンといいまして、ハダハダの銃を使ったり、はい、そして仮面がですね、秋田を代表する、ナマハゲという、ねはいはい、その、はい、鬼の顔になってですね、はい、そういう、まあ、最初は、まあ、半分、まあ自分の趣味と、はい、あとは友人との、何かできないかなと、秋田でなんか面白いことみたいな、はい、そういうきっかけで始めたことなんですけど、はい、気がつけば、すっかり秋田の新しい名産品になっている皆さんに応援されて、今年で丸5年経ちまして、はい、5年目になります。このレイガーであったり、あるいは、まあ、私がやっているいろいろな活動に共通できしているなと思うのは、あんまりお金がかからないということだと思うんですけども、はいはい、実際やはりその、まあ、この本の中にも書いたんですが、はい、自分磨きには実はそんなにお金かからない。そうですね、知恵を使ったり独学っていうのは一番お金かからないと思うんですよね、はい、やはりそのお金をかけなければ何かができない、つまり何か条件がなければことを起こさない、はい、まずそこから考え直さなきゃいけない。今の日本もそうだと思うんですよね、はい、私は自由民主党から公認もらって、まあ、政治活動というのをやってるんですけれども、はい、これは全国の比例で公認もらったんですけど、全国の比例で選挙に出るときは8億かけても受からない、10億かけたら受かるということで、10と8楽という言葉があるぐらいお金がかかると言われてるんですけども、でも実際にインターネットとかですね、あるいはまあ本とかそういう個人レベルでの活動であっても、選挙活動は本来できる、政治活動もできるはずなんですけれども、それは絶対お金かかるんだよとか思ってしまっていることが、いろいろなんか問題を引き起こしているのは最近思っているんですね。この多分こういう、なんでしょう、ヒーローものとかも同じだと思うんですけども。全くそうですね。僕も結局はそこに行き着くまでの、自分がどんなものを一生懸命磨いてきたか、はい、どんなノウハウを身につけたか、そっちの方が重要なわけで、実際にそれを形にしてしまうのは、もう本当に要はその売ってるものを加工するだけの話なので、はい、それを全てこう人に任せるか、うん、何もないところから自分でやってやろうっていうその意思がある、はい、その意思があるかないか、それだけの違いだと思うんですよ。おっしゃる通りですね。多分 99% ぐらいというのは、これまでの自分が培ってきたものとか学んできたもので、残り 1% というのは本来はお金かけてもできるはずです。私よくの知恵とキーボードっていうんですけれども、今の時代はそういうものを使うだけで個人がいくらでも情報発信できますし、社会を変えていくってこともできるはずだと思うんですけれども、それができない、あるいはお金をかけなければできないっていう固定観念をちょっと何とかしたいなと思いますよね。あとすごく大事に思うのは、そのたった 1% の意思が、はい、自分の意思がとんでもなく多くの人を動かすんです。そうです、そうです、応援してくれる方、はい、それも今まで本当にこう、例えば映画の場合、水木一郎さんが歌ってくださって、はい、そういう、その意思に共感してくださった方が、はい、本当にもう運命的にどんどんこう、応援してくれる、はい、やっぱりそこがあるかないか、それ多分お金で動く世界じゃないと思う。そうですね、私もですね、私もお金なんかないですし、支援団体もないと、政治的な実績もないんですけれども、なぜか麻生前総理とか安倍元総理とかが
自発的に応援していただけるという不思議な状況になってます。これいつか理由聞いてみたいと思うんですけれども、だから要はやってみる勇気っていうのが一番必要なのかなと思うんですよね。そうですね、はい、もう本当にその意思だけですね。本当たった 1% だと思うんですけど、はい、皆さんもですから、まあ、99% というのは皆さんがこれまでに培ったものとか学んだものとかできること、残り 1% はこう勇気という形ですので、こう一歩足を踏み出す勇気というものをこの対談を見て考えていただければ本当に嬉しいです。海老名様、本日はどうもありがとうございました。